はい、とわくし育ち農園です。ですね、以前、もうほとんど5日近く前ですかね、白ナスのですね、葉っぱが黒いということで、寒さの影響かという動画出したんですが、残念ながらこの1株と、もう1株、こちらですね、ちょっと落ちてしまいました、葉っぱが。で、軸自体はまだしっかりはしてるんですが、もしかしたらちょっと厳しいですね。2株ほど、ケツ株と言いますか、落ちてしまった。ちょっとそうですね、管理が行き届かなくて、申し訳ないなと思います。一応寒さ対策として、暖太郎というですね、空気の、対流、ハウス内の空気を動かすことによって、霜がですね、霜の被害を抑えられるというものがあるので、それをちょっと導入はするようにしました。そのためにちょっと、今回のことがないようにちょっと導入をしてみたんですけれども、霜というのは風がない状況で、ずっと寒い、冷たい空気がですね、いることによって、空気中、もしくはもう地上の方にまでですね、凍らせてしまうような、冷えた状態。壊死するという形ですかね。外に出てる葉っぱとかですね、そういったものがやられてしまう。その環境に対応できなくて、負けてしまったと。風が流れている、空気の流れがあればですね、結構風の強い日は霜ってやっぱり降りないんですけれども、その風の動きによって、こういったのを耐えられると。いうことですね。なので、そういった環境を作り出せる、その段太郎も導入して、この寒さに耐えていけるようにはしていきたいんですが、そうですね、少しでも物が動けば、風が吹いたりすれば、熱エネルギーといいますか、そういったのが働きますので、そういったことはないです。で、こちら白ナスですね。結構双葉も実は出てきてまして、これとかもですね、双葉じゃなくてですね、本葉といいますか、本葉といいますか、こちらも同時に2つ出てますんで、もう少し出てくればもう植え替えてきて危機にはなってきます。ただ、こちらも双葉部分については黒くなってるんで、これはやっぱり寒さですね。で、ここからもですね、結構黒くても頑張ってくれて、こういったのもですね、だいぶ黒くなってますが、頑張ってはくれていて、今のところ2株、もう1株ちょっと怪しいのがあったりしますが、ちょっとこのままでは良くないっていう言いますか、もしですね、これ以上、今のところはいいんですが、もっと広がってしまう場合、今回の寒さの影響がもっと広がる場合に備えてですね、ちょっと種まきをしたいと思います。20粒ほどですね、種まきをするんですが、それについて、イネ科を使用したいと思います。で、ナスについてはですね、適用作物は一応なってはないんですけれども、過去の論文ですね、その論文ベースで見ますと、ナスに対して有用性がかなりあるという、論文があります。で、うちの方のナスですね、一つもそういったイネ科ちょっと使用してなくて、イネ科というか、どちらかといえば計算に対しての、論文だったんですけれども、そういった計算を含む覆土の場合の、論文については、有用性がありました。ですので、今回ですね、ちょっとそれも兼ねて、いい機会で言ったらあれですけれども、ナスに対しての有用性ですね、うちの方でも確認できればと思います。ただ、とろーり馬ナスという白ナスですね、こちら20株なんですが、前回植えたのはもう2月の3日で、本日ですね、もう3月の3日になるので、1ヶ月遅れにも、なりますが、1ヶ月遅れ分見てですね、だいたいどれだけ違うのかと。見ていきたいと思います。それでは種まきですね、したいと思います。はい、それではですね、ちょっと種まきしていくんですが、
時田酒造さんの、ゲストイタリア、トローリウマナスという白ナスの品種の種と、まあ、ちょっとこれは、まあ、おまけというか、72ケツのこちらポットセルトレイなんですけど、で20粒ぐらいしかないので50粒分はちょっとこのブロッコリーのですね、随林というこちらも、時田酒造さんなんですけど、まあ、本体のブロッコリー取った後、脇芽もスティックセニョールみたいにですね、脇芽が伸びてくるという品種、うちはちょっとブロッコリー今まで一回もやったことがなくてですね、まあ、ちょっとスティックセニョールの期待もしつつ、まあ、ブロッコリーもちょっと栽培してみたいなということで、ちょっとやってみたいと思います。それでは発種ですね、やります。まずはトローリマナスですね。で種はもうやっぱりナスか、まあ、ピーマンとかナス大体こんな感じですね。トロリウマナス完了ですね。ここまで。じゃあ随林ですね。一粒ずつやっていきます。水輪もですね、完了です。ここが。はい、ということでですね、こちらで種まきは終了しました。ですので、これから、稲にかですね、覆動して、どういった違いがあるのかやっていきたいと思います。こちらですね、イネニカです。はい、ざっくりとですがですね、まあ、イネニカ巻いてみました。論文自体はですね、その直立の角度までの、考察にはなっていたんですけれども、あとは、そういった計算室のですね、肥料を出しているところの論文では収量とかもですね、畑に使えば変わってくるとかそういったのもあるんですが、論文上はですね、軸がこう出てきて、で葉っぱのですね、角度が普通はこう軸があったとしたら
これぐらいだったらちょっと上がるというかですね、これ角度についてのまあ論文とかにはなってます。で角度がこう上がることによってここよりもこうの方が、日陰になる割合っていうのは他の葉っぱに対しての他の作物に対しての この日陰の割合も変わってきて、効率的にですね日光とかを、受けることができると。で光合成をすることができて、まあ、根の張りが良くなったりとか、そういった光合成に強くなったり、まあ、病害虫ですとか、まあ、そうですね、虫や病気ですね、強くなったりすると。内容図書はこの計算がその葉の周りにですねコーティングするような形になって、空気が蒸発したりとかする際の穴の気孔とか言いますけど、そこに対して膜ができたりするので、病気とかを吸い込まずにですね健康的な苗ができたりとかするということになってます。でちょっとそういった効果も期待してですねやりたいと思います。ちょっと水やりは、後でやりますので今回ちょっとこちらで終わりたいと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。